ただいまより令和4年善光寺御開帳回向柱奉納行列連歌しようと呼びます。私本日の式典司会を仰せつかりました善光寺御開帳奉賛会事務所理事長の徳徳です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はじめに令和4年善光寺御開帳のため本日松代町より回向柱をお運びいただきました善光寺回向柱寄進交流会田山市議会長よりご挨拶をお願いいたします。ただいまご紹介いただきました善光寺回向柱寄進交流会会長の田山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は心配した雨もなくお天気に恵まれここに善光寺前立本堂の御開帳が始まるにあたり真っ白善光寺回向柱寄進交流会といたしまして回向柱の奉納の準備が相行いました。回向柱寄進交流会の役員をはじめ町内会の皆様のご協力のもとに本日を迎えることができました。本日こうして善光寺御開帳奉賛会善光寺一山お役人ご住職様はじめ大勢の皆様方の温かいお迎えを受けましたこと回向柱寄進交流会といたしまして心より感謝申し上げる次第でございます。誠にありがとうございます。歴史を紐解きますと約300年前善光寺本堂再建にあたり当時の徳川幕府が松尾藩三代藩主真田幸道公に命じて再建の任にあたって以来御開帳が開かれる折には毎回松尾から回向柱の寄進が行われてきております。本日真田家14代ご当主真田幸俊様をお迎えして善光寺への新奉納行列に加わっていただいております。この度も四年一度の御開帳にあたり善光寺本堂に建立されます回向柱に触れることによりより多くの参拝者ご本尊様とのご縁を結ばれ御開帳が無事にそして盛大に開催されますことを願いご挨拶とさせていただきます。本日はお出迎え誠にありがとうございました。大会長ありがとうございました。続きまして善光寺御開帳奉賛会北村正弘会長よりご挨拶を申し上げます。全国御開帳奉賛会会長の北村でございます。出迎えにあたりまして一言ご挨拶申し上げます。本日はこの夜期に早朝から松代町の善光寺回向柱寄進交流会様より立派な回向柱をお運びいただきまたお迎えできますことこの上ない喜びでございます。この回向柱を寄進するにあたりコロナ禍でのご準備それとご苦労に深く敬意を表するところでございます。善光寺前立本尊中央の阿弥陀如来様の右手に結ばれた善の綱が来世と現世を結ぶ尊い回向柱は御開帳に欠かせない最も重要な存在であります。長野市では令和元年東日本台風の影響による洪水に始まり新型コロナウイルスの蔓延など地域経済に大きな打撃を与えております。
景気が悪くなると商人たちが善光寺さんにお願いをして御開帳を開いていただき、全国から参拝者を受け入れることで潤いができたと言われております。大阪会としても善光寺さんのご利益を求めて全国各地から多数の参拝者が来られ、今回の御開帳が活気を呈し、長野を起点とした地域経済の起爆剤となることを強く期待をしております。最後に88日間の期間中、ご参拝にいらっしゃる皆様が回向柱に触れ、限りない功徳が得られるよう心からお祈りするとともに、今回の善光寺御開帳が盛大に執行されますようご祈念申し上げ、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。令和4年3月27日善光寺御開帳奉賛会会長北村雅弘、ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、善光寺若宮貴典事務総長よりご挨拶をお願いいたします。ご視聴ありました。善光寺副総長の若宮でございます。本日はこの春のお光のもと、各校このようにきちっと盛大に御柱奉納受け入れ式が開催されましたこと、心からご喜び申し上げるとともに、この日をずっと首を長くして待っていた次第でございます。今朝午前中は松代の皆様にこの江光柱が別れを告げて、いよいよこの善光寺へ到着いたしました。須坂で誕生し育ち、松代で江光柱に生まれ変わり、いよいよこれから善光寺で前立ちご本尊様の御分身になられるわけであります。88日間のご開帳で多くのご参拝の方々、どのくらいこの回向柱に触れられて祈っていかれるのでしょうか。感染対策をしっかり万全に位置してご参拝の方をお迎えし、回向柱の祈りをさせていただければと思っております。これよりこの江光柱を善光寺までご案内させていただきます。結びに、今日までこうしてこの江光柱を大切に大切にしていただきました江光柱新建立会の皆様方、そして松代町の皆様方、そして御開帳奉賛会の皆様方に、またご関係各位熱くお礼申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ここで善光寺木遣り保存会の皆様による善光寺木遣り訪問をお願いいたします。
今もっとね、そうしたらアルファはやってるから、うん、あやった時に、そうしてくれるとしたら口を隠すみたいな、あ、やった、やった。